ハロー YouTube ニーハオヨークワンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、北京でヤムチャがあんまりないことに、気づいてへこんでいたバイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。中国中どこにでもなんかヤムチャがあると思っていたんですけども、北京でね、ホテルとかにあるんですけどもね、普通にお店としては、ほぼないに等しくて、昔へこみました。今はちょっと分かんないんですけどもね。はい、今日の中国語なんですけども、ピエンイルーということで、このピエンイルーっていうのは、変異株のことですね。変異株、ピエンイルーって言います。はい、それではね、動画見ながら行きましょう。このね、広東省、广州にですね、変異株が入ってきて、結構、大変なことになってきて、どっかの、ね、区域、区画がですね、なんかそこの、ストリートごと、ここかな、もう7月の3日まで、1ヶ月間、封鎖に、なってしまうみたいで、もう本当に今なんか一気に店とかも閉まってしまって、結構大変みたいですね。もうなんか一区画全部封鎖、そのぐらいね、なんか重症、すごい、状態になって、もうこの、動画で見てる、この辺がね、全部もう外に出れないとかね、封鎖とかね、そんな感じに、なるみたいですね。1ヶ月ですよ、結構大変ですよ。で、1ヶ月間ね、これ結構問題も起こっていて、例えばね、自分のマンションとかに隔離されるじゃないですか。そしたらね、食料とかね、食べ物とかね、外から運んでくるしかなくて、なんていうの、外から運んでくるということは、その専門の人が買ってくるわけなんですけども、それがね、働けないにもかかわらず、高すぎるといった、現象がね、やっぱり起こっていてね、クレームが来てます。なんか1日に、なんていうの、60元かかると、1人頭ね。これなんかワクチン打ってるみたいですね。1日にね、60元食費にかかってね、非常に大変だということで、一部ね、クレームがね、出ている、ようですね。それでね、今ね、この广州の方でですね、29人の、陽性者が出てるということで、一応ね、これも多分封鎖の話ですよ。ちょっとね、時々っていうかね、広東語が出てくるんで、聞き取れないですよ。本当になんか簡単なことだったら聞き取れるんですけども、あと人が目の前にいたら、それなりに分かるんですけども、この状況でね、ちょっと広東語はね、僕は分かんないんでね。それで、これもね、封鎖の様子ですよね。广州の方でですね、29人、781万人をね、検査して、陽性がね、29人発見されたということで、街がね、ロックダウン状態になって、ネットユーザーはね、広州頑張ってねと、そういうふうに書いてある。これもね、封鎖の様子ですね。こっちから向こうに行けるんだけども、入ることはできても、出ることできないのかな、逆なのかな、どっちがどっちかちょっと分かんないんですけども、そんな感じですね。ただね、僕はね、ちょっとね、ちょっと意味分かってない部分があるんですよ。ここまですることなのかなと、一瞬思うんですけども、例えば日本なんかね、ほぼほぼロックダウンみたいなことはしてないんですけども、結局1年間の、1年間の1年ちょっと の死者数の数が、1万3000人ぐらいでしたっけ。それでなんか喫煙者 の死者数がですね、20万人ということで、じゃあ喫煙の方が全然怖いじゃないかと、そういうふうに思ってしまうんですけども、中国とかね、200万人が喫煙でね、死亡しているみたいなんですけども、じゃあどうなのみたいな、気分なんですよ。それで
まあ、ワクチンどうなったのかなみたいなね、今ワクチン打ってたんですけども、あ、これ思いっきり封鎖してますね、本当ね、あのこっからここまで、あの絶対出るから。まあまあちょっと多分揉めてるね、まあまあ出たらダメって、出せよって多分そういうふうに揉めてたと思うんですけども、これはですね、あのほら、スマホのほら、健康コードっていうのあるじゃないですか、まあ、緑色だと健康で、まあ、黄色だと危なくて、まあ、赤だと、まあ、なんかそのかかってるかもしれないっていう、それのなんか健康、あのそのアプリが、あの入ってないのかな、入ってないやつはもうみんな出ていけと、まあ、入ってないか緑じゃなかったやつは、みんな出ていけみたいなね、あのそんな感じ の、 あの動画ですね。がで早く出ていけってこれ揉めてるんですけども、全体的にね、あの広東語が広東なまりなんでね、まあ、結構あの聞き取りはちょっとリスニングはちょっとできてないんですけど、まあ、最近ね、あの公衆関係 の、 あのロックダウンの動画ね結構出てるんですけども、なんかあの広東語の割合が多すぎて、ちょっとあの僕がね、あの分かってない部分がね、 あの、あるんですよね。あの、まあ、字幕とかあったらねいいんですけどもね、まあ、そんな感じでね、まあ今ね広州、大変な感じですよ、ご案上、まああの、まあ、僕はこれやる必要あるかどうかちょっと分かんないんですけども、正直ね、あのなんつうかな、やっぱね、あのこの一応ウイルス性の病気ですから、あの自分の、自己管理がねやっぱ大事になってくると、まあ、十分な睡眠と、まあ、栄養の適切な栄養の食事と、あと適切な運動がね、あの大事と、タバコと酒はやめると、それが一番ね、あの健康的な、健康的で、あのこの病気に対抗する方法だと、まあ、僕は思ってるんでね、はい、今日のねこの動画がねいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。